皆さんこんばんは。ひろきたかしのマンデーナイトライブご視聴いただきましてありがとうございます。今日は佐々木まなみが MC を担当いたします。本日もご質問につきましては、お一人様一つとさせていただきます。また、不適切と思われる投稿された視聴者様については、それ以降の投稿を制限させていただく場合がございます。ご了承のほどお願い申し上げます。 また、より多くの方のご質問にお答えするために、質問は時にランダムに取り上げさせていただく場合もございます。なお、来週11月27日のマンデーナイトライブはお休みでして、次回は12月4日を予定しております。では、ひろきさん、今日もよろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。さあ、今日の東京市場なんですけども、日経平均が年初来高値、まあ、要するにバブル後の高値、一時ね、 ちょっと上回る場面があったんですけども、その後は急速に伸び悩むと、結局下落でね、うん、終えてしまいました。なんかちょっと気になる動きだなというふうに個人的にも感じたんですけども、今日のこのマーケットから読み取れることとしましては何があると思われますかまあ、あの、一つにやっぱり目標達成感ということだと思うんですよね。 まあすごくその、このところですね、マーケット強くなってきててですね、まあ上、値上を目指す展開というのがずっと続いてきました。で、まああの、急ピッチの上げっていうのはもう前から言われてたことなんですけれども、まああの、日経平均そこに入って、ダブルボトムっていうね、3万飛んで500円ぐらいのところで2回そこをつけて、で、それをこう、抜いてきたっていう、ネックラインを抜けてきて、 テクニカル上のチャート上のダブルボトム完成ということで、もう大底は入ったと。あとは上値多いだけっていうことなんですが、そこでもう高材料がアメリカの方で結構いろいろ出て CPI が鈍化して、えー、定期、あの、長期金利が低下して、まあアメリカ株高いになってって、それではあの日経平均もギャップアップでですね、えー、窓3つ開ける3空みたいな、 飛ばし方でやってきたんで、まあ、どっちかって言うと、やっぱりスピード調整っていうムードがね、強い中で、さらにまた今回、あの、決算発表がすごく良かったっていう、本当にファンダメンタルズで買い上がんなきゃいけないような局面に来てたんで、まあ、当然の上昇ではあるんですよ。ただ、そういう中で、今回、その、3万3000、前回の、あの、夏につけた高値が3万3700円台だったんですけど、それを抜いて、3万3800円台っていうところに、 たことでですね、まあ、ああの、高値更新、えー、年初来高値イコール、えー、33年8ヶ月ぶりのバブル崩壊後の高値を日経平均も抜いたということで、やっぱり一旦は目標達成感が出やすい。で、従って利食い売りが出やすいということだったんですね。で、このタイミングで為替の方もですね、やはりその150円台つけてましたから、えー 介入警戒感なんかもあってですね、為替が結構急速に150円割って148円台まで円高に戻るということで、このところ買われてた自動車株なんかの輸出関連株がまあ一斉に売り浴びて、でまあ調整が深くなっちゃったっていうのはあると思うんですよ。まあでもまあ調整したって言っても200円弱ぐらいですし、一旦高値取ってのまあ当然の利益確定売りですから、そんなに心配する必要はないと思うんですよね。 ま、今週は何といっても,も、注目点、NVIDIA の決算というのもありますし、それから、ま、ウォーレン・バフェットさんのところのバークシャー・ハサウェイがですね、円による記載で、ま、円調達してるということから、もう一回やっぱり日本株買いで入ってきてるんじゃないか。それが、ま、あの、有価証券報告書のですね、大量保有の報告が、ま、今週にも明らかになるんじゃないか。それを見たら、バフェットさんがもう一回日本株買ってきてる。しかも、 商社だけじゃなくてね、他の、まあ、バリュー株、多分銀行なんか買ってる可能性あるんですけど、そんなのが分かった時にはまたガッと来るということなんで、あの非常にやっぱり買い材料があ多いと思いますので、まあ、今日一旦高値つけて、リ食ワれて、円高回って、あの、下がりましたけども、まだまだ、あの、上値ね、追っていけるんじゃないかなとは思いますね。 さて、では続いてどんどん質問にもお答えしていきたいと思いますが、最初にいただいたご質問も、まあ、今日のマーケットなどについてですね、日経平均天井を探りながら上昇していくのでしょうか日銀のマイナス金利政策の終了の噂は足かせになるんではないでしょうかねと来ております。あね、えー、と、金利上昇ということで株が売られてきたケースってのは、まあアメリカのね、 利上げの中で、まあ散々、あの、経験してきたことなんですが、それと日銀の、まあ、その、マイナス金利政策解除っていうのは次元が全然違います。利上げってことではないんですよ。あの、金融調節、すなわち、まあ、金融を緩和する、あるいは金融を引き締めるということで、 えー、アメリカとか欧米の中央銀行が取ってきた政策っていうのはインフレを抑制するために金利を上げて利上げをして金融を引き締めるっていう政策を取ってきたんですね。当然金融引き締めにより経済をこうスローダウンさせる、冷ますという目的があるための意図的な利上げで、意図的っていうかそれを意図した利上げです。つまり経済活動を 抑えよう、抑制しよう、それによってインフレを抑えようという意味のブレーキを踏むっていう意味の利上げが欧米がやってきたことなんですよね。なので政策金利がゼロから5%まで持ってったわけです。ところがじゃあ今度日銀がやろうとしているのは利上げというようなものではなくてもう本当に時代遅れ、周回遅れのマイナス金利政策をとっている中央銀行がようやく日本も 利上げを、あの、デフレを脱却して、物価が正常化に向かうような状況になった。そうすると、いつまでも異常なことを、要は、金利がマイナスっていうのは、ね、これ異常なわけですから、その異常な状態を放置しとくのも異常だということなので、うん 異常をまともにする。すますなわち正常化ですよね。めんどくさい言い方しましたけども。えー、金融政策の正常化に踏み出すということが、今度の日銀がやろうとしていることなんです。ただ、それでもせいぜいマイナス金利だったのをゼロに持っていくだけで、このゼロをですね、一応これを0.25だとか、0.5だ,だとか、1%だとかこれどんどん利上げしていこうっていう話は全くないですから。そう考えると、あの、日銀の まあ今度の、いつか来る。まあ例えば今度の春のね、春におそらく、ー、マイナス金利政策を修正すると思いますけども、まあそれはあくまでも正常化する。正常化するってってゼロにするだけなんで,んで、利上げとは全然違いますから。そうすると株価に対する影響なんか全くなくて、むしろ日本経済が正しい方向に向かってるんだっていうシグナルになり、 株式市場にはとってもポジティブだし、から銀行業界にとってもポジティブだし、そういう意味では、あの、株にとってポジティブということだと思いますね。続いて、武藤さんから来ております。ありがとうございます。え今年のように、日経平均が急激に上がったような年というのは、損している銘柄を投げることが起きる かなというふうに思うのですけども、今、上値が重いのは、そういったこともあるんでしょうかそうですね。まあ、年末に来て、損益通算ということでね、あの、総合課税でやってる方は、まあ、損益通算できるんで、あの、まあ、膨らんでる利益と合わせ切ってあ、っていうようなこともあるんじゃないかな。それは、あの、ご指摘の通りだろうと思いますね。さて、続いてのご質問。 資産1億円の人でも、一銘柄への投資を500万円までにとどめて、分散投資をするとの意見を見たことがありますと。さて、この考え方というのは合理的なんでしょうかもし資産が1000万円の場合、500万円ずつ二銘柄に投資するというのは、リスクが高すぎだと考えますでしょうかとの質問です。この質問のおかしなところは、500万円っていう金額、 にこだわってることですね。例えば資産がっていうのちょっとよくわからないんですが、例えば投資額がですね、株式市場に投資してる額が1億円の人がいて、その人が500万円ずつって言ったら20銘柄に投資していることになるんですよね。だからまあ20名柄ぐらい持つのは、まあ、普通というかあい、逆に適切なポートフォリオじゃないかなと思いますね。 僕も20銘柄ぐらいですよね。自分の投資のポートフォリオを考えると。で、それ以上だともう分散しすぎで、うん、そんなだったらインデックスファンド買った方がいいやって話になっちゃうし、それより少ないとちょっと、うん まあ、リスクがあ,あるかなっていう気、リスクがあるかなっていうか、ちょっと僕も欲張りなんで、あれもこれもってやると、やっぱりそのぐらいになっちゃうんですよね。だけど、過剰分散は良くないので、あんまり過剰に分散すると、それはインデックスファンド買った方がよっぽど効率的ですから、ほぼインデックスファンド通りになります。なので、大体いい適切な、あの、アクティブなあ、投資の仕方とすると、20から30、それ以上多いと個人投資家はもうメの管理ができないんで、 あの、そのぐらいに留めておいた方がいいですね。で、えー、1000万の投資資金で500万ずつ2銘柄って言ったら、それはちょっと少なすぎると思いますよ。だとするともっと分散できるんじゃないですかね。1000万の投資額だったらどうでしょうね。まあ、あのー、多分、ばらつきはあると思うけど、5銘柄から10銘柄、つまり100万円ずつ10銘柄とか。 いうふうにできるんじゃないかな。あるいは200万円ずつ5せめて5銘柄ぐらいは分散した方がいいと思いますよ。500万という金額には何の意味もないですから。1億円の人が500万、1銘柄500万の投資をしてるっていのは、それは単純に20銘柄に分散投資してるから1銘柄あたり500万になってるだけであって、500万という金額は何の意味もないです。なので自分の投資額が1000万だったら100万ずつ10銘柄に 分散投資したらいいと思います。金額よりは、もう、銘柄数という。そうですね。大体1000万円ぐらいでポートフォリオを組むんだったら、5銘柄から10銘柄に分散投資した方がいいんじゃないかなと思いますね。では続いては、ルイボスさんからのご質問。 中国の依存度が高い企業で戦略を見直す企業と見直さない企業がありますよね。事業にもよるとは思いますが、基本的には見直して中国へのね、依存を下げる企業の方が投資対象としては魅力的に思いますが、ひろきさんはどう思われますかいますはい、えー、っとね、まさにそうだと思いますね。あのー、ここは難しくて、中国が成長しないって言ってるんじゃなくて、 中国はやっぱりすごく重要な国であり続けるし、えー、っと、おそらく、まあアメリカを抜くかどうかわからないですけれども、これまでの歴史を考えると相当な、あの、地位になるのは間違いないと思います。あの、ブリッジウォーターのレイダリオが、 本出しまして、彼は、ま、要は、世界最大のファン、ヘッジファンド創設者でヘッジファンドマネージャーだったわけだけども、彼の最新刊は、やはりそういう過去の歴史、何百年という歴史を分析して、その国の工房みたいなのを、から考える。しかも、資産用家としての考えだ。歴史学者や経済学者じゃ、学者の考えじゃなくて、 ヘッジファンドの、世界最大のヘッジファンドマネージャーの考えで、え、の結論が、まあそういうことですから、つまり帝国主義、覇権主義っていうのは必ず没落していくわけで、かつてのパックス、ブリタニカ、イギリスもそう、今まさにパックス、アメリカーナっていうアメリカの時代がこう来てるわけだけども、アメリカもほとんど衰退しかかっていて、まあそこに、あの、中国っていうのがね、チャレンジしてる、挑みかかってるっていう、まあこういう構図なんですが、 まあ、中国もいろいろ問題を抱えながらですがあ、それを言うんだったらアメリカも同じだし、西側諸国も同じなので、えー、今から長い時間をかければ中国の位置とい,いうのは相当上がるのは間違いないんですよ。中国経済がダメだとかそういう話ではもう100%違って、中国はあのー、世界の覇権を、まあ、おそらく握りに行くんだろうと思うんです。 そこで、その中国との付き合い方を考えなきゃいけない。で、何遍もこの番組でも言ってる通り、ニデックですね。日本電産昔の。で、もう中国で電気自動車がすごいなってる。だから当然中国の電気自動車向けのアクセルの電子部品をですね、作ろうっていうことで一生懸命やってった。ところがさっぱり売れない。そりゃそうなんですよ。だって中国はその、 電気自動車だとか、で、それに関わる重要な電子部品だとか、半導体だとか、そ全部国産でやりたいわけだから、もう外資を入れないわけですね。そうすると中国の国産メーカーとのコンペティションで、それでも全然勝てなくなっちゃって、売れなくなっちゃってるっていう状況があるんだと思うんですよね。 で、まあ、あと、詳しい分析が、あの、あれは何だろう、日経ビジネスだったか、日経テックだったか、わかりましたっけ、わかりませんが、ちょ忘れましたけど、そこにもいろいろ出てて、中国の電気自動車事業とか、いろんなのが、まあ,あ、絡んでいて、そう簡単に日本から、あの、出てってですね、中国でうまくビジネスができるっていう時代は、当の昔に終わってるわけです。つまり、昔の中国って何にもなかった。何にもないんで、外資の技術を、 欲したわけです。だそれは安川電機のロボットであり、ファナックのファクトリーオートメーションであり、みんなそういったものが、もう中国が本当に欲しくて、だからもうある意味、なんだろう、こう、入れぐらい状態っか、そこに釣り座を垂ら,らせばもう全部魚がかかるみたいな、そういうすっごい肥沃なマーケットで、もう、もう本当に美味しかったわけです。ところがそういうのもさすがに終わっちゃってるわけですよね。 ただそういうじゃあ中国の産業用ロボットっていうと中国国産メーカーでシェアがちょっと前まで3割って言われてたんでおそらく足元では4割ぐらいまで来てるわけです。つまりざっくり言っちゃえば半分は中国のメーカーでなんとかなるわけですよね。うん、例えばメディアホールディングスっていうのかなあの美的集団、美しい敵っていう書く、はい、美的集団ですけど、あれはドイツのその産業用機械メーカーのクーカってのがあるんですけど、それ M&A で手に入れて、 全部自分の技術にしちゃってるわけですね。そういったところとファナックはコンピートしていかなきゃいけないっていうんで、つまりもう相手はですね、やっぱり中国の国産メーカーとの今競い合いになってるわけですよね。もう典型的な電気自動車なんつって、日本はその自動車産業が強いからって,って出てったって、中国の電気自動車メーカーって何百社下手すると1000社以上なん言われてて、<laughs> ま当然中国の中でもトータがあって、 あの、潰れていくわけですよ。ほとんど生き残んないんだけど、もう、でも向こうの人たちの考え方って、すごいから、まあ、もう、とりあえずやってみるって。で、ダメなら潰れて死んでいく奴らもいっぱいいるんだけど、もうボコボコ、ボコボコ出てくるわけですよ。そういう奴らと話になんないでしょ、みたいな話で。だから三菱自動車なんか撤退しちゃったじゃないですか。 なので、あの、中国の経済がどうだとか、中国景気が鈍化してるからなんだとかじゃなくって、もう中国のマーケット自体が、中国の産業自体がものすごい変わってるんで、そことの新たな付き合い方を考えないと、もうどうにもならんってことです。昔みたいに、あ中国市場はどんどん伸びてるから、そこへ行って物作ってやれば売れるみたいな世界じゃ全然なくなっちゃってるってことです。 当然、中国戦略、中国ビジネス。これの新しいやり方を考えてないところはダメなんで、あの、ご質問はその通りです。で、そしてそのね、中国の変化について、我々、投資家の方もね、ついていかないとっていうところですよね。では、続いては、レオンパパさんからです。今日で、今日高値つけて、まあ、今年のピークを、もうこれはつけてしまったとお考えでしょうか 仮に今年の最高値をつけに行くとしたらどんな要因が必要となりそうでしょうかあ、それも全然まだまだですし、一番シンプルな話で言って、この間日経新聞が、あの、業績をね、今回の決算発表を受けて業績の集計をやったら、今期の業績は13%増益ですっていう。ところが今の日経の EPS って10% ー増益そこそこなんで、まあまだそのコンセンサス、日経の集計によったってあと3%ぐらい、えっ、ー、と、EPS が情報修正されるはずですから。そうすると3%って言ったらでかいんですよ。日経平均は3万3000円台でしょ。これで3%って言ったら1000円違いますからね。<laughs> 水準が。だから EPS が3%。 じわりと上がる。そうすると株価が1000円上がるわけです。そうすると今もう3万3800円ですから、これ3万4800円。ざっくり言っちゃったら3万5000円つく可能性っていうのは、普通に利益の情報修正であるわけです。で材料的なもので言えば、何しろ今週に NVIDIA の決算、冒頭言いましたけども、控えてる。前回3ヶ月前で8月に、 に出たときには、売上高が最高、過去最高、利益は倍増。それでばーっともう NVIDIA 祭りになり、他の半導体株も買われ、日経平均も大きくなる。まあ、その再現が多分また、あのー、今週の NVIDIA の決算であるかもしれない。もう一つは、ワークシャーハセバへの円建て調達によって、当然また、 学者、もしかしたら、バフェットさん、あの、商社以外に銀行株とか PBR の低いバリュー株に投資してるかもしれない。そんなのが分かればですね、これもまた、あのー、日本株の押し上げ効果になる。まあ、単純に純粋に企業業績の情報修正、NVIDIA の決算、ウ、え、ォ、ー、ーレン・バフェットの投資先の判明、みたいなことだけだって、もうこれだけで1000円軽く上がるような材料ばっかりですから。 あの、全然まだまだ今年のお金はあるんだろうなと思います。一方でですね、キきナさんからはですね、日本の不透明要因とかマイナス要因についてこれどうなんでしょうかと来ておりまして、まあ、例えばですよ、GDP がドイツに抜かれ、まあ、岸田内閣のね、支持率の低下など、国内に不透明要因がありますが、EPS の上昇や海外要因で、 これら払拭しさらなる上値試せるのでしょうかと質問来ています。まあ今申し上げたのはそういったことですよね。GDP と株価は違うっていうことです、ね、それを言うんだったら世界最大の,、G、あのアメリカはまあこれまで確かに映画を誇ってきたけど、じゃあ GDP 世界2位の中国はどうだったかっていうと、あんま関係ないじゃないですか。GDP と株価っていうのは違うってことです。まあ僕もよく言いますけど、端的に言うと、2014年度の GDP は、消費増税の影響もあって、マイナス成長で終わったんですよね。だけどその時企業業績って過去最高益だったわけです。で株価もすごくよく上がったというのがありますから、 まあ、あの、基本的には我々株価に投資してるんであって、株に投資してるんで、その投資先っていうのは企業です。で、特に、例えば、じゃあ日経平均っていうものを考えたときに、225社の、まあ、あの、有料企業の集まりなわけですね。で、そういったところの強みってどこにあるかっていうと、例えば、時価総額最大のトヨタ自動車だとか、ソニーだとか、 まあそういうようなのかをざっくり見たときに、日本のやっぱり有料企業つって、グローバル企業、グローバル製造業が、やはり日本の上場企業を引っ張ってるわけです。そうすると、彼らの業績って、GDP、グロスドメスティックプロダクト。GDP って国内総生産ですから、ドメスティックなわけです。うん、日本の景気がいいとか悪いとかよりも、彼らにとって重要なのは、 グローバルエコノミーがどうか、世界景気がどうなるかっていう、そっちが重要なわけですよね。で、それが要は日本のグローバル製造業の業績に影響を与え、引いては日経平均の株価のパフォーマンスを決めるわけです。日本の国内景気だけ見てるっていうのは完全にミスリーディングで、まあそういう意味ではやっぱりグローバルな景況感っていう方がよっぽど重要だっていうことじゃないでしょうかね。 だとすると、日本の経済が例えばドイツに抜かれたとする。だけど、じゃあ、世界のトップのアメリカ、中国、今度はドイツ、あるいは日本に迫っているインド、そういったところの景況感がしっかりしていれば稼げるわけですよ。日本の会企業っていうのは。なので、日本の国内のその GDP がえどうのこうのっていうのはあんまり関係ないし、まあ、ほとんど稼替の要因が大きいとか。 まあそういうようなことも思うし、あとはまあ少子高齢化で人口がえ先を沿っていくっていう、まあこれは本当に大問題なんですけれども、ただ逆にそれなりにチャンスはすごくいっぱいあるから、まああんまり日本の GDP の問題と株価のパフォーマンスを直結させて考えない方がいいんだろうなと思いますね。ありがとうございます。そして続いてはですね、今日おそらくご質問来てる中で、 個別で一番皆さん聞きたいと言っているのがリクルートホールディングスですね。今まあ話題の銘柄の一つかなと思いますが、すね、リクルート今後どうなりますかと来ております。はい、あの、リクルートはね、僕も大好きな銘柄ですごいいい企業だったんですけども、やっぱりその、金利上昇下におけるグロース株の えー、アゲンストの中で、えー、非常にパフォーマンスが悪くなり、かつ受給的にですね、今その持ち株を離すっていうこともあって、あの、リクルートっていろんなところに持たれてる会社なんで、すごい受給が悪化してるっていうことと、<laughs> それからあとアメリカがやはりこれだけ利上げやってくると、ようやくアメリカの労働市場もダメになってきてるっていうこと。そうすると、やっぱりアメリカの労働市場、レーバーマーケットが悪くなれば、当然、 ね、やっぱり、リクルートっていうのは雇用関係の企業、インディードとかそういったところに伸びてることなんで、でそれもダメと。言ってみれば、3つの逆にさらされて非常に苦しい会社だったんですが、 ここへ来て、すっごい援軍が出てきましたと、えー。バリューアクトキャピタルというアクティビストですけれども、えー、このバリューアクトってね、他のアクティビストとはちょっと違って、まあ、うん、言ってみれば、なんつったらいいんだろうなうん。まあ、超ピッカピカのファンドマネージャーがやってるんですよ。元フィデリティの、うん、あの、スモールキャップのマネージャーが確か作ったんじゃないかな。つまり、スモールキャップってこう、本当にキャ、あの、 限度があるんで、でかくな、ファンドがでかくなりすぎちゃうとパフォーマンスが落ちるわけですよ。スモールキャプターから当然。なので、やっぱりもう全然そういうミューチャルファンドビジネスじゃない、こういうアクティビストみたいなファンドでやりたいっつって作った、うんだと思うんです。確かそういうことだと僕の記憶が正しければ、正しければですよ。なので、すごいもう本当のピカピカの 運用会社なんですよ。で、そのバリューアクトが、リクルートの、今の、現在の株価の2倍の価値があるって言ったわけです。ええー、すごい。これはね、すごいインパクトですよ。ね。つまり、彼らってのはやっぱり企業評価、企業の価値を考える、評価する専門家ですから、それがですね、今のもうリクルートの倍の価値があるんだって言ったらね、これはもう株価上がりますよね。 まあそういったことで、ようやくここから復活の兆しっていうことだと思います。さて、続いては、英国マーケットについてですね、大統領選挙もありますけど、アメリカ株、来年、高値つけると思いますか、うん。の質問です。そうですね、まあ、あの本当に大統領選、不透明感の中で、まあ、不透明感の中でっていうか、バイデン対トランプっていうね、うん まあある意味本当究極の選択なんだろうけれども、まあそういう中で、ええー、じゃあ株式市場はどうなりますかっていうと、一旦政治は置いといてってことだと思うんですよ。はい。大統領選ってのはもちろんすごい重要なファクターなんですが、でただ結局はその時にドッタンバッタンするわけですよね。初めてトランプが勝った時も、あ、あの時はね、僕は、 トランプが勝つってずっと言ってたの。すごい小説ですよ。えーえー、みんな、ヒラリーだったり、ヒラリー・クリントン有利ってみんな言ってた中で、<laughs> あの、夜のテレビ番組で、まだ、まだ当時は小谷真子さんが司会やってた時で、その大統領選の話題の時にね、もう本当にそのみんな当然ヒラリー・クリントン有利だったんだけど、いや、僕は、いや、そんなんじゃないと思うよ。フィフティーフィフティーか、むしろトランプ有利じゃないか、みたいなことを言って、 んですよね、それでまあ、あの結果はトランプがこう、まさかの勝利ということでですね。えー、それ以来だいぶこう、いろんなところで呼ばれたり、名を挙げたりもしたんですが。ただからその時は、結局瞬間的に一番最初はそれを、の結果を受けた日本株マーケットって急落したんだけど、アメリカ市場行ったらグワッと上がりましたからね。それでトランプラリーなんて言葉もできたぐらいなんで、 あのー、マーケットってのは別に、その、トランプだからどうだっていう話じゃなかったわけですよね。結局のところね。ただけ、あのー、その後、トランプ大統領のいろいろなツイッターで降らされること、ボラテリティが上がること、で中国とのその貿易の摩擦だとか、対立関係が強くなるとか、まあいろんなその、不透明要因で、マーケットは フ、ボラテリティは確かに高くなったんだけど、結果的にはアメリカの経済が良かったってことと。だから企業業績が、あのー、良かったってことと。で、トランプですから、ああいう圧力で、当然、その自分に不利益になりたくないわけですねで。大統領にとっての不利益っていうのは、景気が悪いってことは当然大統領の一番の足枷だから、景気を良くしたいってことで、FRB にプレッシャーかけて <laughs>、あの、 金融緩和のプレッシャーとかかけ、ガンガンかけてた大統領なんで、むしろそういう点では株式市場にフェーバーだったっていうのも今もあるんですよ。だからまあ一長一短あるんで、まあそういったところをですね、マーケットってのは結構冷静に評価しますので、そういう中ではじゅ、あの、大統領選外して経済だけのことを考えれば、来年はいよいよアメリカ景気もスローダウンしてくる。つまりこれだけ長くやってきた利上げの影響がいろいろ労働市場にも出て、 景気がスローダウンしてくるのがないね。そうなると、いよいよですね、今度は、あの、利下げいつ利下げするのこの金融緩和をやめてああ、金融引き締めをやめて、金融緩和に転換するのっていうのを本気でマーケットが考え出す。今の金利先物に織り込まれてる夏場から利下げなんていうのは、これはもうあってないようなもんですけども、本当にそういう金利先物以外も、本当のエコノミストとか、あるいは街中の感覚としてもですね、 FRB に利下げを求め出すような状況が年後半来れば、それこそ不景気の株高というようなことで、いわゆる金融相場に入っていって株価が上がっていくというふうに思います。では、時間となってきましたので、次が最後の質問かなと思います。 クリタ工業、オルガノ、野村マイクロ、どれがおすすめですかクリタとオルガノの差は何でしょうかと。まあ、このジャンルに投資しても大丈夫でしょうかと。まあ、あの、本当にみんな水処理のね、あの水関連の会社で、昔は本当にいろんなことをやってたから、まあ、あの、それこそポンプとかそういうような、あの、あれなんですけど、 最近はやっぱり半導体関連ですよね。超純水っていう、そのクリーンなね。半導体作る半導体以外のも,もう電子部品でも何でもクリーンルームっていう、すごいやっぱりこうゴミ一つ、チリ一つあっちゃいけないような精密部品ですから。 まあそういうような綺麗な環境が必要なわけで、で、水も例外ではなくて、本当にそういうようなものも、あの、ニーズが高いんですよね。そういう意味では、まあ俺がの、オレガノは昔からね、あの、専門分野でやってきたんで、えー、まあ、差はないけれど、本当にその、水ビジネス、水処理っていうことでは、まあ俺がの、オレガノなんかすごいい会社だろうと思いますね。 ということで、お時間過ぎてしまいましたので、このあたりで今日は終了とさせていただければと思います。はい、本日もですね、ひろきたかしのマンデナイトライブご視聴いただきましてありがとうございましたありがとうございました。来週11月27日はお休み。次回は12月4日を予定しておりますさあ。そして終了後にアンケート画面が表示されますので、ぜひアンケートへのご回答をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 YouTube でご視聴の方は動画下の説明欄にアンケートの URL を記載しておりますのでクリックいただきご回答ください。回答は9時45分頃で締め切らせていただきます。ご了承のほどお願い申し上げます。では、また次回お会いしましょう。はい、今日ですね。ありがとうございました。あり,したありがとうございました。よろしくお願いします。さようなら。ご視聴いただきありがとうございま,ざいました。